はい、皆さんこんにちは、ダイタラです。ニュースーパーマリオブラザーズ2やります。さあ、トップページのコイン5万枚超えてだいぶ増えてきた気がする。多分増えてる。はい、じゃあ今日もやりましょうか。あー、ちょっと待って、あれ、なんで星3になったの。俺ワールド星3になってるで、なんでだろう。これ残機残機かな。残機王冠になったからかな。あの、ニューマリ1は星3がね、完全クリアだったんですけど、まだ全クリしてないので、星もっと増えそうですね、これ。まあ、とりあえずやってみましょうか。はい。全ステージのスターコインとかまだ終わってないもんね、俺。はい、じゃあね、今日は、どこ行こうかな。とりあえず前回ここでね、カウンスト9999になったら、マリオが帽子を抜いたんだよね。マジで笑う。ということで、最後のワールド行きたいと思います。さあ、最後、多分攻略できてないのがここですね。ワールドフラワーの隠しゴールです。ワールドフラワーね、下のところ、大砲コースだったりとか、キノコのところが行けてないんですね。どうやって行くんだろう。どこから行くんだ、これ。どっちだろう。こっちかな。フラワーの1かな、多分。じゃあちょっとね、ワールドフラワーの1、頑張って攻略していきましょうかね。ってゴー。残機王冠。残機王冠だ、おもろいな。マリオがマジで何も、あー、いきなり潰れたけど。ちょ、マジで急にやめてくれよ。いきなりダメージ食らっちゃった。じゃあとりあえずね、いろいろ行けるとこ探しましょうか。え、ここどんなとこだったっけな。土管入れるとことかいろいろ調べながらね、ゆっくりと行きたいと思います。もしかしたらチビマリオで入れるところがあったりとかするのかな。だとしたらちょっとめんどくせえな。チビマリオってか、あれね、豆マリオね。豆マリね。豆マリ。今、中間を超えたぐらいかな。ね、今じっくり一個ずつ探してるんですけど、なかなか見つからないっすね、ほんと。こういうとことか隠しブロックねえかな。なんか、今、コインの隙間とかあったよね。ああいう隙間あるところって結構怪しいんだよね。ねえ、こことかもなんか、あ、これは違うか、さすがに。一応さっきのところ見とくか、ちゃんと。ねえ、ここの下ってあるっけ。あ、これあれか、ただのスターコインか。ねえ、よいしょ。ここら辺になったら嬉しいなって感じ。ないねえ。あ、こっち、いや違うねえ。騙された気がする。ねえ、おっと、さ、ちょっと、これ浮くブロック出てきたけど、これなんだ、これなんだ、これ乗っとくか。とりあえずなんかね、ここってなんか矢印あるけど、この上とか。え、上行った。これ初めてのパターン。え、ちょっと待って、これはマジで今までなかったぞ、このパターン。ちょっと待って、今の予想外すぎるだろう、これ。おーっと、ハテナブロックの浮いてるブロックの乗った先にあった謎のエリアみたいな感じ。意味がわからんな、これ。はい、じゃあ次行きましょうか。これで出てきました。コースはフラワーコースの A コース。行ったことないとこですね。行ってみましょうか。フラ A です。むずいかな、これ。む、これ滑るとこだ。で滑る。で滑る。危ない、やばいやろ、ここ。なんか足動き出した。俺、足場動くコースの難しさ6億倍だと思ってるから、マジ苦手だけど、ほら、レインボー。レインボー大だな。これ、上とか行けそうな気がするけど、まあ、ええや。やった。うん、来た。レインボー。スーパースター大だな。爆弾。上なんかない？上はある、やっぱ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 あった。中間地点あった。イェーイ、今のこれ、ズルですね、実質。よし、ちょっと待って、これで、これこういう悪いことをするのって大嫌いなんですよ。なんでちょっと嘘です、ごめん、好きです、大好きです。悪いことするの、ちょっとコイン全部回収したかっただけです。ありがとうございます、コイン。いや、結局ね、コイン、ね、100万枚集めるので、やっぱこういう細かいコインのね、集めるのが大事なんでね、結局前回やったね、スーパーテクニック使ってね、やるのもね、いいかもしれないんですけど、それとこれとは別だからね。待て、めっちゃきつい、めっちゃきつい。待て、めっちゃマイクロダイダーになって、マイクロダイダー。はい、どんどん、紙。これ何これ。あー、わからんやつ。そこで、へい。来た。うまい。ちょっとこれ一回、俺、このだら。これ何これ。イェーイ、ちょっと乗っとこうっと。Thank you! なんだかんだ、言ってー、ふざけんな。上なもない ?OK。じゃあ行きますか、ここ。滑っていこう。はい、滑っていこう。わー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 、またなんか変なとこ来たよ、これ。
一個だけ落ちる穴用意してるところが憎たらしいね、このゲーム。ねえ。えい、ほら、デスアタックだ、これが。落ちろ。これ、ゆっくり行こうぜ。ゆっくり行こうぜ、ここ。ねえ。おい、チーン。これなんだよ、ここ。あー、またちっちゃくなっちゃった。やばい。あ、死んだ。最悪だ。バカだろ、今の。あ、トータルコイン6万枚達成だって、死んだところで。なんか、腑に落ちん、達成やな、これ。残機王冠が9になったんだけど、落ち込む。まあいいや、とりあえず、強くなってもう一回挑みに行きましょうか。キノコくん攻撃しちゃった。さあ、地獄のレースの始まりだ。ここでね、なんか、のこのこくんを動かしておくと、多分、ワンナップしやすいっていうメリットが多分あると思うんだけど、そんなメリット俺はいらん！いらん！あ、いらんって言ったけど、すげえダメージ食らっちゃった。もうこれだよ、これ。人生ってこれだよな。たまらんな、みんな。死ね。怖い。普通に怖い。ねえ。ほら。いいぞ、もういいや。君は諦めよう、俺は。もう諦めよう。もうどんどんやってくれ。全員やってくれ。もう残機1減ったから、その残機を回収させてくれ、俺に。ね。あと1体。よし。しんどい。もういなさそうだ、敵。おらんのかい、敵。下着ちゃった。もうゴールかな。じゃあ一応待っとこうか。スターコイン全部回収したんだけどね。あ、終わった。ねえ、緑の甲羅だけが虚しく、ねえ、壁にぶつかり、その音が反響している。はい。おお、またこんなところで、ありがとうございます。ご丁寧に、ありがとうございます。ご丁寧にコインありがとうございます。いや、ゴチですよ、ゴチ。もうこれで終わりかな？ OK！ じゃあゴールしましょう。レッツゴー！もうこれ隠しゴール全部クリアしたんちゃうん、これさすがに。イエーイ！終わりかな、これで。あと大砲だけやったら全クリっぽいぞ、俺の中で。どうだ、でででーん。どうだ、きたー。何、すべてのスターコインをコンプリート、全コイン達成。じゃあ最後ここかな、大砲ステージ。これで多分全ワールドクリアとかじゃないかなと思うんだけど、ちげえかな。さ、最後の大砲です。多分クソむずいです。ドン！ジャンプするだけのゲームでーす。さあ、出た。今回俺、あれ持ってる。尻尾マリオだから。あー、やべえ、最強のアイテム取れんかった、今。これ、空飛んで楽々攻略っていう、ヌルゲーオブザヌルゲーしちゃう。照れる。よし。まあ、ねえ、あ、終わっちゃった。あ、一発クリア！尻尾マリオ最強！逆にやりづらいってやつ。逆に。え？スターコインあと使うところ3つあるんだけどさ。え、3つあるんだけど使ってないとこどこだ？これ。え？マジどこだ？ちょっと探すわ、ちょっと待って。あれ？俺今全ワールド行ってきたんだけどさ、スターコイン3枚余ってんだよね。あ、じゃあ9枚か、ごめん。9枚余ってんだよね。どういうこと？ちょっと待って。待って、これガチでわからへん。スターコインあと余ってんだけど、あーっと、こんなとこにあった。待って、何ここ。ワールドスターにあるぞ、何これ。はい。ドン。なんだ、ここ。さあ、なんか、イエーイ！オールクリアー！出たー！で、これ何？ここ。キノコ屋さん、ゴールドフラワー屋さん、ここ。イエーイ！ 9 枚や、解放できるやつ。宝箱だ。何です、これ。スター！え？スターくれるの、このゲーム。ええ子ですねー。え、ちょ、しかも待って、なくならない。なくならない、これ。あれ？待って、まさか、全クリすると、もしかして、キノコショップ消えない？待って。まさか、落ち着け。落ち着け。ここにあるショップ行ってみよう。落ち着け。そんなことはない。これは、孔明の罠だ。これは？へい。金フラワー！
キンフラワーはゲットできへんかった今。キンフラワーは、やっぱ家なくなんねー。チート来たー。さあ、ストックアイテムのフラワーを使うことで、こんな風に無限にワンナップができるという、ね、無限ワンナップ編が。いや、そんな強ないな、やっぱフラワー、スターって。ずっとスターだったらいいんだけど、そんなこともなかったぜっていう。まあ、あそこにあるのやっぱおまけだな、スターコイン9枚でいける、あの施設は。正直微妙だもんな、あれ。ここでも地味にコインもらえるな、これ。おぉ。ダブルでこれあるんや、ここ。ね、さあ、今後はとりあえず、100万枚のコインを目指していくというのと、スターラッシュモードか。そっちやるのが目標になってくるかな。ね。さあ、タイトル6万枚。増えてるかな、わかんねえな。さあ、もう一個だけやっておきましょうか。さあ、一人で遊ぶ。来た、おー、やべえ、星5。オールクリア、完璧達成ですね、これ。やったね、ダイダラくん。ということでね、もう一個ね、コメント欄でも結構言われてたんですけど、LR を押しながら A ボタンで。まさかのルイジ家始まるよってことでね、ルイジモードができるっぽいですよね。すげえぜ、ルイジくん。強そうだ。見て、ルイジ。ルイジでかくなってみるか、とりあえず。ねえ。まあ、いつも通りだね。結局ね、やっぱジャンプ力もね、なんも変わらないみたいで、ルイジって。ほら。特に普通のね、ルイジっぽいんですけど、一個だけなんか違いがあるんですよね。それが、これ、ゴールドフラワー当たった時のね、色がルイジは違うらしいんですよ。せっかくなんでね、ゴールドフラワー、ここで無限ゲットできる編始まったので、ゴールドフラワー使って3-4のチート、コイン稼ぎで、9999枚コイン稼ぐのをやりましょうか、今から。さあ、いい位置にいたね。で、これでゴールドフラワー取ります。ドン、そう、シルバーなんですよ、ルイジって。すごい、ルイジくん。で、これでいつものあれ行きましょう。あ、いや、どこ行くねーん。そんなー、今度こそ。あ、できてるーってことで、ちょっとこれで放置しましょう。シルバーになっても、ルイジも、ケツで金稼ぎができるんだぜっていうね。カンスト、はいや。あ、見て、このなんか、撃つ弾もなんかシルバーだ、ルイジって。すっげえ。ルイジー。ルイジ死ぬ、危な。ルイジ危なかったぞ、今。え、そんな。でも一応皆さん、コインは死んでも、増えます。よかった、7万枚。ルイジらしい。なんか、悲しい終わり方だったね。さあ、ルイジのゴールも聞いとこうか。一応ね。ルイジー、今、減った残機回収して。アメージング。アメージング。はい、ってかな感じでした。ナイス、ルイジー。はい。さあ、これで、ニューマリスーパーブラザーズ2の、一人で遊ぶ通常モードは、これにて終了です。完全クリア達成できました。だけど、まだ終わりません。93万枚、あと足りませんね、コインが。エグすぎるだろ。なあ、まだ7万枚しかコイン集まってないんだけど、オールクリアで。しかも結構9999のあれ使ったからな。だって結構、やっぱこのゲームで、カンストっていうか100万枚か。100万枚目指すのはね、至難の技って感じですね。さあ、次回からね、コインラッシュってモードやっていきたいと思います。コインラッシュモードは実は何ができるか僕は知りませんのでね、そこでコインがたくさん集められると僕は信じております。集められへんかったらどうしようか、マジで。ね。はい。それでは次回、コインラッシュ編、お楽しみに。それではご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録しない方はチャンネル登録、高評価よろしく。またね、おつぽいよ。